はい、どうもー、皆さんこんばんは。シーザーゲームズことシーザーでございます。ということでね、本日も、マリオカート8デラックスの実況やっていきたいなと思います。いきましょう。さあ、ということで皆さん、本日はですね、記念すべきモコに届け第100回目でございます。はい、ということでね、本日ごめんなさい、最初の初手、今日マリオで行く予定だったんですけど、すいません、キャラ変えるの忘れました。はい、ということで1レース目だけ悪い字でね、行かせてもらおうかな。てかもう今日自体はもうちょっとね、まあちょっと100回目という、キリのいい数字なので、今日悪い字でね、まあちょっと完全制覇目指していこうかなと思います。さあ、今日ねちょっと気分転換にね、まあいつもねマリオで、前回はマリオでねランクインできたので、まあ次回からね、もしかしたらマリオでね、120点目指すかもしれませんが、今日悪い字で行かせてください。よろしくお願いします。さあ、初手から1位をね、飾っていきたいところ。さあ、リューチェル来てるね、リューチェル来てるけど、最近ねめちゃくちゃね練習してるんで、いやもうマジここは初手から1位取っていきたい。今日ね、今日の大会モコ先生とかがね、おそらく出るんじゃないかっていうね予想がされておりますけど、さあやってみましょうか。さあ、今独断に1位、独断に1位で端っこも来てるんだよね。でリューチェルも来てるんだけど、全然問題ない。この距離なんも全然問題ない。もうこれもだって前行けないもん、赤いやもん俺で。見てこの差、うわ怖っ。お前怖いな、その即投げ。ね、危ない危ない。ガチ危ない。ガチ危ない。マジで心臓に悪い。さあ、もうここイン刺して、イン刺しまくって。え、これマジ初手から1位なんだけど。もうこれグライダー軽減して、間に合え！よっしゃー初手で第100回目モコに届けない東京スクランブル新コース1位獲得。よっしゃー、天才すぎる。マジで最強。いやもう今日はマジで悪い字で今日行かせてもらおうかな。ちょっとよろしくお願いします。第2レース目いきましょう。さあ、ってことで第2レース目の方に参ります。第2レース目はマリオサーキット GBA ですね、やっていきたいなと思います。よろしくお願いします。はい、ってことでまずは初手は1位でございますね。はい、もう本当にこういうこと。うん、まあ、今日はちょっとね悪い字で行かせてもらって、まあ、次回ねもしやるのであれば、マリオでね完全制覇チャレンジやっていこうと思うので、よろしくお願いします。マジで完全制覇が見えてきた、そんな展開でございます。さあ行きましょう。まずはもう初手1位というね最強の展開ですけど、さあ、まあ、ちょっとねいろいろ喋りながら今日ねちょっとやっていこうかなと思って、まあ、ちょっとねなんて言いたいんだろうね、新しいゲームをねちょっとやろうかなと思ってまして、まあね、ずっとマリオカートとかフォートナイトやってるんで、まあ、たまにはちょっと違う動画とかね、あげようかなと思ってて、どうしようか今迷ってるところです。一応ね、スーパーファミコンっていう、なんか無料でね、ネットを買ったら無料でできるっていうやつがあるんですけど、それをね、ちょっと今度やろうかなと思ってるんですよね。で、今、雷持っちゃってるんだよねって話。雷持っちゃってるんだよねって話。で、これさ、待ってね。ズドーン！いや、これマジあるよ。もうやば、アイテム強すぎてごめんなさい、アイテム強すぎてごめんなさい。もう一発確定率いきます。もう一発確定率よろしくお願いします。今はいどう1で切られてバグってんじゃない。はい、今後もう止まるけど、まあ大丈夫。もう昨日さん持っちゃってる。見てさ、もうやばくない今日。そうで、新しいゲームをね、まあ、ちょっと取り入れようかななんてね、思っている所存でございます。危ないてるちゃん、危ないてるちゃんだけど大丈夫だね。待って、自分が怖いんだけど。待って、ごめん、今日の自分が怖すぎて、ごめんなさい、マジ完全性あるかもしれない。2連続1位、やばい。全然悪い字で出たけど、こんなに強いの。待って待って、やばいやばいやばい。待って、やばい、自分が怖すぎてごめんなさいって話、マジでやばい。第3レース目いきましょう。さあ、ということで第3レース目の方に参りました。第3レース目はツルトゥルツイスターということで、いやマジでやばい。ここへ、一応真後ろにはね端っこがいるんですけどね、やばいよ今日、やばすぎてびっくりじゃん。まず風もらおう。ここはもう風もらって、ちょっと前行こう、ちょっと前行こうで、ミドル防御ね。もうここはミドル防御で、まあ、しっかり頭使っていくと。何それ、俺だった、危な、俺防御持ってなかった、確実に死んでたね、それ危なかった。ナイスナイス。さあ、ということでもうねプラスアルファのね執行しか持ってないんで、自分危ねー、スルーさせていく。今日の俺やばいよ、今日の俺やばすぎてびっくりだよ。さあ、今日マジで完全制覇で目指しに行くんでね、
はい、目指しに行くんでよろしくお願いします。マジでマジで行きます。さあ、まずはしっかりジャンプアクションかまして、どうしような、ここボム置こうかな、どうしようか迷ってんだけど、いやでも、あー裏コインか、どうしような、はしこちゃんにプレゼントしてあげようかな。ただ後ろめちゃくちゃ離れてるから OK。 まあ、まずはここはボムでね、しっかり赤コーラ消していくっていう展開していい。やばすぎん今日、え本当にやばい本当に。えちょ待って、え誰かチートって呼んで俺を、えちょっと待って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 、本当にやばいって。えちょ待って、なんでこんな独走してんの自分、ええ待って、本当にやばい、待って自分が怖くなってきた。まあもうここはちょっと落ち着いてもうこっちから行くけど、えちょ待って待って怖い怖い怖い、ちょ待って待って怖い怖い怖 い, 怖 い, 怖い、なんでこんな位置取れんの、おかしくない、えあー亀が、あまあまあいいよ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 、いやいや頼むから暴走止まってくれって話。さあちょっとね、ちょっとこれ危ないんだけど、ちょっとターボ貯めてって、これちょ落ち着いてこ、落ち着いておこう、よいしょ。さあここどんどん落ち着いて、ガチガチ、みんなちょごめん語彙力ない、俺ごめんもうやばすぎて語彙力ない、今日もうこれ消していいわ、消して、よいしょ、もう一発ない、いやもう一発ある、じゃない、これ受けよ、これ受けて、いやーマジか、そこミスったか、まあでもいいよ、 OKOK、 いやもう自分が怖すぎた、さっきはオーケーオーケーオーケー、もうこういう順位取れればもう自分がホッとする、なんでだろうなんでだろうって思っちゃうんですよ。まあオーケーオーケー、37ポイント全然悪くないよって話、オーケーオーケーオーケー、第4レース目いきましょう。はーい、ってことで第4レース目の方に参りました。第4レース目は、リボンロードということでやっていきたいなと思います。よろしくお願いします。いやマジでやばい、ここへスタート、やばいです、自分が怖すぎます。ちょっとさっきのね1位止まらなかったね、やばかったね、うん、ありがとう止めてくれてこんな人間いんのって思うよね、ほんと1位止めてくれてありがとうっていう人間多分誰もいないと思う、うん、まあまあ、ね、自分がね怖すぎるとね逆に嫌なんで、まあまあちょっとね買いに行った方がなんか自分はねホッとする、まあ、日本代表じゃないからね自分はもう、うん、だからもう全然買いにいてもあー問題ないわーっていう、うん、そんな感覚です。毎回そうなんよね、なんか強い大会とかも出てもそういう思考しかないんで、まあいいやっていう感覚で気長にやってる。さあということでちょっと打開しようか、ここはここはちょっと打開しよう、ちょっと前がすごく荒れてるんで、ちょっとここはコインをねしっかりまずは取りましょう、うん、コインないと始まっていきませんのでね、あーすげー荒れてる、すげー前が荒れちゃってるんだよね、すごく前が荒れちゃってるんだよねって話で、なんでこんなガミアイテムだ、なんでこんなゴミアイテムが出ちゃってるのって話で、よいしょ、当たっちゃうね、まあそれしゃあない、それしゃあないね。さあここちょっと落ち着いていきたいね。さあ赤コーラ俺じゃない、スターね、オッケー、ちょっと待って、もうこれ使うしかないな、いやーこれお父さんがちょっと怖いけど大丈夫、落ち着いて、なんで落ち着かねえんだよバカ野郎、やばいなこれ、ちょっと買いに過ぎてもやばいんで、両太郎、ちょっと待って、本当にやばいやばいやばい、本当にやばいんだよね、本当にやばいんだよね、ちょっと待って待って、本当にやばい本当にやばい、ちょっと待ってこれはやばすぎる、ちょっとこれはね、先ほどに求めてない。求めてない、求めてない。この展開は求めてない。この展開は求めてないって、マジで。やばい。ちょっと待って、本当にやばい。ちょっと待って、1位逃げすぎじゃない？待って待って待って、本当にやばい。コインも全然ないし。コインが全然ないっていうのは一番やばいんだよね。コインがないっていうのは一番やばいんだよね、キラ。よし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 、まだまだ、まだ耐えれる、まだ耐えれる。まだ耐えれる、まだ耐えれる、まだ耐えれるよ、まだ耐えれる。オッケーオッケーオッケー。さあさあさあ、どんどん行こう。キラ使う、よしもうこれ入った。さあ5位か4位まで行ってほしい、そんなとこそんなとこなんだよね。えっよすぎる、あの展開からまさかの3位まで来ちゃうというね、やばすぎるんだよねそれ、最強かよ、さすがさすが有能テレサちゃん、47ポイント悪くないんじゃないでしょうか。第5レース目いきましょう。さあってことで、後半戦の方に参りました。後半戦のレース第5レース目は、骨骨砂漠でございます。よろしくお願いします。さあ、いきましょう、スタート。まあ初動がちょっとやばすぎたんで、今日初動がちょっとやばすぎたので皆さん止めていただいてありがとうございます。いや今のところ1、1、6、3ということでめちゃくちゃ上位っていうね、めちゃくちゃ上位っていうね、すごいよ今日マジで止まんない、マジでそんな展開でございます。さあということで、まあすごい押し合い、
何そのすごい押し合いなんで、すごい独特なカスタムちょっと消えてもらって、ちょっと消えてもらって、そういうやつは危な危な、てか今日はマジで悪い字なんでね、ちょっともうマジで今日はランクインしたいところでね、マリオでランクインしてんだから。さあということで、もうこのゲームマジコイン大事なんで、マジコインをしっかり取ろう。コイン2枚はダメ、全然ダメ、マジでね、コインだけは本当に重視してるんで。さあバナナ吸い付けて、よいしょ、トゲいったね、素晴らしい素晴らしいです、素晴らしい神展開でございます、神展開でございます、スタップ細胞はあります、最高。さあちょっと危ないね危ないね危ないね危ない危ない、ちょすごいダーク運転、テトさん、テトさん、あの人リベルターのリベターテト、そんなわけのわからん展開だけど、一応キノコあるから大丈夫、キノコあるから大丈夫なんだよねって話なんだけど、これまたトゲいきそうだな、これこれまたトゲいきそうだな、いやトゲじゃねんかい、いや最悪、フルボッコかよ、フルボッコだろんっていうね、ターボ入るよ、ちょ待って、踏まれるのは一番まずい、オッケーオッケー、ネオキショータ、ネオショーティ、よーありがとうありがとう、すごい名前だな。さあやばい、コインがない、マジでちょっとコイン欲しい、マジでコイン重視、ここはねえ、またぶっ殺される未来が見えるんだけど、これうちを、いや、ヤオキなんとか、オッケーオッケーオッケー、キノコめっちゃ出てる、キノコめっちゃ出てるよね、やばい、キノコ単体単体だった、よいしょ、ダブル取ったよ、オッケー、赤に来た、投げて投げて、当たるよね、あれ当たって、当たって、俺も当たると、俺も当たっちゃうと、で結果何位になるかというと3位でございます。なんで今日3位しか取れないの。さあということで第6レース目に参りました。第6レース目はピーチサーキットということでやっていきたいなと思います。いきましょう。まあ、ちょっとね、まあ、いい順位は取れてんだけどね、なんか中間だね、うん、なんか微妙なんか微妙って感じ。さあということで、まあ、今日ねちょっといろいろ喋れなかったことがあって、まあ、先ほどもね話した通り、ねファミコンのゲーム、なんかオンラインを買ったら、まあ、そのファミコンのゲームが遊べるよってやつで、まあ、そこのね新ゲームとしてマリオ64を、ね、まあ、やろうかなと思ってます。はい、マリオ64の方ねどっかね時間空いた時にやろうかなと思ってますんで、ぜひともね、一覧の方よろしくお願いしますということで、さあ今んとこまあまあいい感じではあるんだけどね、いい感じではあるんだよね。まあ初手のね2連続はマジびっくりしたけどね、あれ、うん、これ完全制覇いけんのかと思ったらいけんかったわ平常運転ね、平常運転っていうね、そうでもね連続で取りすぎるとね自分が怖くなるんで本当に。さあということで、なんかちょ後ろがめっちゃ離れてるんで、これ打開しようか、これ打開だな、もう全然打開でいいわ、コインもちょっとあるし、コインも全然あるし、うわーキラ来ちゃう、キラー来ちゃう、キラーちゃん来ちゃう、キラーちゃん来ちゃう展開。さあ一人コンピューターいいんだよね、ここーここー初耳、ちょっと待って、そあーやばい、おねえ出た、やべえおねえ出ちゃった、それはマジでそれはおねえ出ちゃったんだよねって話、やばいね、1位独走しすぎじゃねって話、やばいやばいやばい、これ普通に打開しすぎたわ、やばい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 。さあここでダブル取ってキラー出るでしょ、キラーてね、うわーもう後ろから引かれるタイプはいらねえんだよバカ野郎、やばいやばいやばい、あれすぎ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 、ちょ待ってやばいやばいやばいやばすぎやばすぎ。さあここでスター使ってもう一発スター、オッケー、よくやったよくやったよくやっ た、これマジだ、全然ある、全然ある、オッケーオッケー。さあさあさあ、オンバオンバードオンバードオバンドオバンドがちょっと危なかったんで、さあテトは縛いといて、テトさようならテトさようなら、よいしょ、 OK、 後ろで2人縛いて、これ2位だな、これ2位全然いける OK、 後ろ縛かれて、あこれ2位だね、 OK 悪くない、2位、いや1回目の6位はちょっとねあれだったけど、いやまあ全然悪くないね、今日3、3、2度来てる、うん素晴らしい素晴らしい、最高だわ、オーケーオーケーオーケー、あー得点もめっちゃ安定してるわ、素晴らしい、これランクにあると思うわ。第7レース目いきましょう。さあということで第7レース目の方に参りました。第7レースはクソハイウェイ、はいやっていきましょう、はい、まあ正式名称は字幕で書いておきます、はい行きましょう。僕はもうこのクソハイウェイはもうやりたくないんで、はい、もうパパッともう終わらせちゃいたいと思います。
ちょ、ノコガチやばいやばいやばい、お前ほんとにやばい、ほんとにやばいやばいやばい、ほんとにやばすぎ、ほんとにやばすぎ、もうさ、誰が勝ってんだよこんな構成。次、さあ、ってことでファイナルレースやってまいりました。ファイナルレースはドルフィン岬ということで、ランクイン閉ざされました。ランクインがね、もうここへ、もうやばいです。はい、ランクイン閉ざされました。1回目めちゃくちゃ良かったね。この部屋ね、ゴミコースとかゴミコースとかゴミコースで投げられてマジイラついてる、本当にね。で、存在がマジでさ、もうドルフィンねー、もうねー、もうねー、アイテム決めるよバカ野郎、マジで本当にもうイラつく、この部屋もう。ねね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 、あの瞬間移動ね、あのキノピコやばくない、誰あれ、誰、え、マジやばいってねえ、もう本当にうざい。え、頼むからマジこれで通信エラーとか言ってぶん殴るから、もうマジでこいつらキモい、マジで、え、マジで俺ストレートにマジでこいつらキモす、本当にだるい、やっと決まったわ、もうマジでキモすぎる、そういうやつ。これ通信エラー落ちた瞬間大パンだから、うん、もう最悪すぎる、もうマジで6位2回は本当に良くないって、せめて4位だったわ。さあ、ここはちょっと一旦止まって、もう一発止まるか、もう一発止まろう、 OK、 まあ、コインは10枚だから全然悪くないと、コイン10枚では OK キラー、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 さあ、でぶつかってきたら処刑、処刑する。さあ、今のところ7位、 OK。さあ、ここはジャンプアクションバッチリかましていきたいところ、オッケー、うまい、素晴らしい。さあ、7位からキラーを持っていますと、あ、これ全然いけるよ、全然いける、全然いける、ノコ勝ち、またノコ勝ち来てるね、ノコ勝ち。さあ、てことで、今んとこいい感じだけど、使っても、ここだな、ここじゃない、ここだ、ここだな、絶対ここで、ロングキラー入る、これロングキラー入っていくんですよ、ありがとうございます、よいしょ。さあ、今んとこに2、悪くない悪くない悪くない、さあさあさあ、もうどんどん追いついちゃうよ、赤髪の子、赤髪の子、赤髪の子、マッチ射抜いて、うますぎ、ラストは1位で掲げて終わっていきましょう。はい、ということで、初手の2連続1位と、最終レースで、1位もぎ取っていくんだよね、間に合うよね絶対、1位で OK ってことで、ラストの点を決めてね、終了でございます。 OK、 もう決まったわ、決まっていく、マジでゴミコース投げられた時はマジで聞いてたけど、なんとか1位取っていくとある。これで通信エラー落ちたら、大パンです、 OK、 なんとか大丈夫でした。いやー、もう今日の最終結果は91ポイント結果発表いきます。さあ、ということで、第100回モコに届け、自分のポイントは91ポイントということで、ギルランクインできなかったということで、いやー、1位が、モアさんの偽物、絶対本物だろ、お前。さあ、ということで、第100回ということでね、本当に、おめでたいことでね、もう第100回もやってんだね、2年間かけて。いや、すごいね、ほんとね。いやー、ほんとに長かったね、100回ってね。いやー、素晴らしいことだと思います。羽根くんもね、ランクインおめでとうございます。ケンティ、ケンティとかもいたね。はい、ということでね、まあ今日はね、ちょっとなかなかにね、6位とかいうのはゴミ順位取ってしまいましたけど、まあ初手がね、素晴らしすぎたんで、まあ良かったかなと思いますんで、よろしくお願いします。ということで、モコイ東京はね、モコイ先生になんか届いたら終わりらしいんですけど、おそらくこの辺かと思うので、引き続きやっていきたいなと思います。次回は、マリオで全キャラ、完全制覇チャレンジやっていきたいなと思うんで、ぜひともよろしくお願いします。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それではまた次回の動画で。バイバイ。